にご挨拶いただき、ありがとうございます。ゆチャンネル出身、世界のアイドルニックネームです。わら。この動画は、サイクリングイベントをレポートする動画です。うつ主のワンマン編集です。安全運転、事故防止を最優先で撮影していますが、何か問題あったらご指摘ください。コメントは全部読んでいますので、そちらでご指摘ください。本日はご視聴ありがとうございます。ゆっくりしていってね。今日は能登里山サイクル&ランのイベント紹介にょん。今日は先生とブハさんの3人でになるんですけども、ブハさん、あれ見ました？何を？コース見ません。ありがとうございます。見ません。あと見てませんじゃなくて見ません、うん、見なくていいもんなんだね。なんとですね、本日はですね、エイドがありませんらしいですね。食べ物がないんで今回用意しました。石川県の和菓子の数々です。わーい。和菓子山中石川さん で、ですね、それを今から食べます。今から？はい、補給食なんでね。なん今から食べて今ね、フードファイターのブハさんにとってはね、これぐらいの量は楽勝でしょうと。朝飯前とちなみに朝飯食いました。食べました。がっつり食べました。あ、いいですね。胃腸の準備は万端ということですね。まあ、ということで、じゃ頑張っていきましょうか。びっくりしたよ。突然のスタート宣言にょん。特に後列の参加者は全員ボルナレフ状態だったにょん。ありのままに起こったことを話すよ。視聴挨拶がありますとアナウンス直後に挨拶キャンセルで、視聴が位置についてと言ったよ。いってらっしゃい。業務の何が何だかわからなかったにょん。多分視聴はスタンド使いなんだよ。時間を止めるやつにょん。いや、流れをぶった見る程度の能力だよ。急に東方っぽくなったにょん。絶対俺分かってきたぞ、これのノリが。分かったぞ、そういうことか。今日は能登仁王道路を走るにょん。能登仁王道路は今年の4月から能登里山街道に生まれ変わって全線無料になったよ。本日はその記念イベントで本日のみ自転車と歩行者がいれるよ。コースはこんな感じで全体のほんの一部のみを走ることになるよ。これで8年花咲くいろはの聖地湯崎駅に行きやすくなりましたね。ちなみにアニメの舞台キッズ以降はここで、最寄りの駅設定の湯崎駅はここだよ。90キロ以上離れているにょん。女子高生が毎朝90キロ以上歩いているなんて、最近の女子力はすごいですね。それよりもコースが短いにょん。往復で30キロしかないにょん。ちゃんと動画のネタは集まるのかにょん。さらに仁王道路ということもあり、景色が変わり映えしないよ。だから最近好みの車内動画セーバーがあるんですね。食べ物に頼り切った企画にょん。すでに落ちが見えるけど気にしないでね。はい、しかも、うん、はい、そうですね、信号がないのと確かに段差がないですね。この滑らかな道、ちょっとね、追い越し車線の方はガタガタしてますけど、多分こっちの道の方がちょっと新しいことをしたんですよね。いらっしゃいの必要のある方はパーキングに、ない方は特進と結構です。いや、当然入るでしょう。いつ入るの？今でしょう。はい、ありがとうございます。今なら空いてるよ。はい、じゃあ、改めまして、ちょっと中田屋の金壺です。あ、しげさんは何食べる？ドライバーはね、やっぱりまずいんじゃないかな。拭いてあげるよ。何かい、このフードファイトに僕も参戦しろというのかい。はい、中田屋金壺です。どうなんかな、うまい。芝船という、本当は皆さん今日はご存知かもしれないですけど、いただきます。はい。
いい？あ、食って、食ってください。沼さん、もう先は短いんで。うまいな。はい、あ、これか。はい、小松インター来ました。何ですか？割り氷出ました。割り氷、割り氷出ますか？この動画はサイクリングイベントの紹介がメインだよ。給水所にはポカリしかなかったのに、すごいカロリーを取った夢降りたよ。一つ一つは美味しいのに全部合わせると苦しいよ。ところで元有料道路は4カ所の料金所があったけど、この時は撤廃中だったよ。 TTC が使えない上に料金所がたくさんあって面倒だったね。折り返しと運搬を強化した銃、自動車道を爆走する感じがちょっと落ち着かないよ。珍しい経験銃。本日は同じ運用道路を何度走る人たちもいたはず。銃全然見えないね。競輪選手も結構いたぜ。全然見えませんよ。うつむきが効率すぎるよ。たまには戦闘もいるのかも。遅刻用のうつむきには無理だぜ。そうだね。そうだね。はい、そうです、そうです。ダメだ、ダメだ。あ、ほんと。あ、持ち入ってた。ちょっと、今ね、ブハさんがいい顔したね。あの、2袋目を見てね、まだこんなにあるのかって言ってね。これ、終わりなわけないだろ、そんな1袋で。あー、よかった。何？あんこじゃない。あんこじゃない系を。はい、いただきます。早い、いいぞ。そのペースでどんどん行けよ。声が裏返りましたけど、ブーハーやめて殿で行きましょう。本日は殿。これはお金しか。殿でかい。殿いいね。これ何でしたっけ？ iPhone 4S。 iPhone 4S よりも断然でかい。明日も分厚いね。明日も分厚いね。さあ、これを殿がどう料理するのか。はい、殿。この中にはですね、なんと3種類のあんこが入ってるんですね。すごいね。そうなんです。なんとずっとね、同じあんこだったらさすがに辛いでしょ。殿、殿いかがですか？殿様は黙っている。黙ってくって。あ、ゴールだよ。有料道路の走行は面白かったのに、ネタバラを軽すぎてごめんじゅ。来月は2名大会満載だから許してください。カレーが、ご視聴ありがとうございましたぜ。さあ、この辺に自転車で乗れるところがあるとのことなのですが、わかりません。どこだ？ここを右です。あった、あった、あった。見た、見つけた、これだ。